次回からも採用したいと思います。まあ、さっきも言ったけども店内のものに当てるなよ。またまた怒られるからよ。いやーありがたいね。もうまさかこんなに人集まると思わなくてね。嬉しいよ。もうインストライブをやること決まってね、何が一番怖いかってね、誰も来ないんじゃないかなと思ってね。いやありがたいね。うん、お父さん、私自己紹介しとこうね。五育流民謡研究所会長五育栄翔です。あっちゃめ。そしてね、私のこのセカンドバッグ、何が入ってるか分からね、教えてあげようね。私のこのセカンドバッグの中身はね、予備のセカンドバッグ。私は用意周到だからね、準備万端なんだよ。ただね、このセカンドバッグをなくすと予備も一緒になくなるからね。まあその時は新しいの買うさ。はい、ということで今ね、写真番内撮ってるな。言っとくよ、芸能人は勝手に写真とか撮ったらダメだよ。絶対にダメだからね。だけどね、五育栄翔は写真撮り放題だよ。案内撮りなさい。動画で撮ってもいいからね。いろんなの撮って全世界に配信しなさいね。五育栄翔に著作権はないよ、肖像権もないよ。ぜひとも全世界に配信してジャスティン・ビーバーに届けてください。こうやって売れていきたいなと思ってるからね。もう一つね、五育栄翔はね、とってもインスタ映えするからね。あんま開けなさいね。じゃあもうせっかくだからね、このコーナーから行ってみようかな。じゃあ行こうかね。はい、はい、じゃあまずはこのコーナーから行ってみよう。五育栄翔シャッターチャンス。しゃべー。